はい、どうも皆さんこんにちは。今日もティアーズオブザキングダムやっていきたいと思います。よろしくお願いします。サイテマンです。前回からです。前回前々回とですね、ゾーラ地方の異変を探っておりまして、でヘドロが空から降ってくるってことでしたね。ということでこの空島までシドと一緒にですねやってきました。ということで、今回はまた上ですね、目指していきたいと思います。おそらくあそこだ、あそこに神殿があるんじゃないかなと。水の神殿だよね、普通に考えると。あの風の神殿がリトの方にあったので、あ、でも水じゃないのかな、ちょっとわかんないんだけど、やっていきたいなと思います。今日はですね、ちょっと少しだけ、今の配信のですね、モチベーションというかね、撮るにあたっての話とかもできたらなというふうに思っております。これなんだ、お、ほう、はいはいはい、あ、なるほど、これで飛べってことだね。配信のね、話とかもちょっとしながら、これを滑走路に飛べということでしょうね。OK です。これでちょっと飛んでいきましょう。いや、前回ね、シドとの共闘熱かったっすね。はいと、これで、アイキャンフライしていきます。いきましょう。ドンと。飛ばへんのかい？飛ばへんのかい？ちょっと待ってよ。ここだ。飛ばへんのかい、びっくりするわ。ここですね。こうですね。これで打ち抜くと。これで飛べそうですね。これでアイキャンフライしていきましょう。ドンと。OK です。ていうか、チューリーいたから、普通にチューリーでいけたな。あんなジャンプ台使う。いや、無理か。まあまあいいや。とりあえず、あれ？あそこ。あ、ガチャあるじゃん。ガチャあるけど、まあいいか。今ね、ガチャよりもね、あれが欲しいんだよ。料理がしたいんだよね。あの、回復アイテムがほとんどないので、携帯鍋。あ、これちょっと使いましょう。これで、料理します。OK。これでちょっと作っていきましょう。ダンジョンがおそらくこのまま後待ち受けてると思うので、なんか回復用のアイテムをできるだけ作っていきたいなと思います。で、今日はですね、今配信に当たって1回限り、いや1回限りはまずいな、ちょっとコスパ悪すぎるわ。コスパ悪すぎるんで無視していきます。もうこのまま行きましょう。できるだけなんか料理鍋を見つけるまでは、いるよな、当然いるよな。ひるませて極力敵に攻撃打たせないようにしていきます。ナイス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 、やっぱチューリー頼りがあるわ。危ない、いって、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、撃ちすぎ撃ちすぎ、やりすぎやりすぎ、うわ、体力がね満タンじゃないと、あの致死ダメージ無視ができないじゃないですか。だからできるだけ体力満タン保っておきたいんですよ。くそ、回復するか、あと3つ、いやだな。まあ回復しましょう。料理で絶対やった方がいいんですよ、ほんと言うと。ただまあ命には変えられん。回復とあと半分ですね。ひんやりだけで、これで体力は満タンを保っていきます。で、僕このね、動画撮るにあたって、多分もうクリアしてる人とかクリアしてる配信者とかたくさんいると思うんですけど、僕そのゆっくりじゃないですか、割と他の配信者の人に比べてとかもそうだし、世間的に比べてもそうかもわかんないですけど、割とゆっくりやってるかなと思うんですが、やっぱり配信者として再生数とかっていう気にするのであればね、多分もっと急いで一気にやった方がいいとは思うんですけど、やっぱり僕自身がやっぱ楽しまないと。ドニューおおっおっおっ、やばすぎんだろ。とりあえずこの弓矢がやばすぎるんで、こいつ まあ、やります。一旦上でほら、攻撃できまい、あっと上げてきてる。ちょっと話の続きはこいつらを勝たした後で。とりあえず1枚、こいつやばい、
おおおちょ待て、やりはやばい。あいつどうする？近づかれたら終わりだぞ。槍はとりあえずね、やばすぎるんで。ちょっと待ってくれ。あれ、なんか炎攻撃だ。炎攻撃でいきます。こっちに火炎の実があったはず。やばい。ちょっとこいつあまりにも強くない？やばい、マジやばい。オッケー、ダウン奪ってやらせね。倒せ。オッケーです。手ごわい相手だった。マンナンだけでももう一苦労だからな。兵隊スピア、槍はね、発生フレームが早すぎるんで、とにかくやばすぎる。どこまで話しましたか。まあ言いたいことは何かっていうと、まあやっぱり自分のペースで、楽しんでいこうかなっていうのは、大事にしていこうかなっていう感じですね。あともう一つ大事にしたいなと思ってるのが、僕その極力ですね、自分の動画の再生数気にしないっていうか見ないようにしてるんですよ。だから僕の動画ね、何回再生されてるかとか分かんないんですよ僕。極力、まあでもどれぐらいかなっていうのは大体分かるんだけど、コメント数とかでね分かるんだけど、まあ、極力ね意識せずにやろうかなと思ってて、だからそこに何か再生数がどうだとかっていうのを意識しちゃうと、なんかつまらない要素がやっぱ入っちゃうから、自分の中でその「ゼルダの伝説」っていうものはやっぱり特別なんで、自分のそのゲーム実況においてもね特別なものだから、極力そういうのはなしで、純粋に配信者としてゲーマーとしてね楽しんでいけたらなっていうふうに思ってるんで、まあその方が多分6年前ブレスオブザワイルドを実況した時の感覚と同じような感覚でできるかなと。6年前は絶対再生数とか言ってそんなこと関係なしに実況してたし、だから再生数がその6年前に比べると少ないかもわかんないですが、まあクオリティとかね面白さの方は何万再生いってた時と同じような感じでできればなというふうに思ってやっておりますという感じですね。あそこだから坂を作れってことですね多分。こいつでこれで坂にしてダメだ、ちょっと足りないので、てか体力がねやばすぎるんだよな、こうで、でこの上にこういう色にしますか。この角度で多分飛んでくれればいけるかなと。上がれ。オッケーです。でここから出て中離で飛んでいきましょう。消えそうになったらいきます。オッケーいける。よいしょ。よし。あ、これ水ですね。水。どんどん。なんか強い武器が欲しいな。オパールか、まあ強い武器が欲しいですね。今敵と相対した時にああいうガーディアンですらてんてこまいなんで、あーこれは修理でいけるか、普通に、いやちょっと届かなそうなんで、ちょっと飛行機作っていきましょう。作れそうですね、扇風機に翼に、うん、これはタイヤあるんでちょっと作っていきたいと思います。これでいけんじゃないですか。で、ある程度まで行ったら、ジャンプで、チューリで飛びます。オッケー。これ一回なんか、祠でやりましたね。いきなり、ちょっと飛びすぎじゃない？
きなり飛びすぎだけ。あ、てかシドいるじゃん、もうシドがもういるじゃん、すでに。よし、やはりここは不思議な場所だな。体が軽くなったおかげで滝を登った時以上に飛び上がってしまったぞ。あ、滝登って先に来れたんだ。慣れない場所では慎重に行かないとな。リン、ここから先も気をつけて進もう。任せろリンク。オッケー、とりあえずこれで防御壁にして、あの上のあいつだよ、これだよ。いやーもうこいつちょっとやばいね。シド、防御壁頼む。いいぞ、これあれば大丈夫、とりあえず安心。やばいぞ、接近されるな。とりあえずシド戦ってくれ、やってくれ。情けなすぎる、情けなすぎる。かゆみの実でなんとかやる。おいシド、違う、風邪じゃなくて、チューリじゃなくて、防御壁。やばいぞ、強え。火炎コンボでいいか。接近されないようにして、で指導ができるだけ戦っていて。ほらもう嘘でしょ、嘘でしょ。弓矢か、強い、敵が強い。ちょっと指導行くぞ、もう一度。次はもう先手必勝で倒します。武器作られる前に。ほらやらせてん。よし、これでいこう。ちょっと攻撃力上げます。まずい、やばい、ちょっとやばすぎない、とりあえず。よし、オッケー。ちょっと緊張感の連続だわ。よし、片付いたな。リンク、先へ進もう。イベント戦みたいな、ボス戦みたいな強さだったな。あ、上等ゴーレムだもんな、そりゃそうか。これね、今、祠がね、8つ溜まってるんですよ。体力増やした方がいいかもしれないですね。でも攻撃力自体が高いんで、体力増やしたところでなんだよな。これいらないですね。体力増やしても多分防ぎきれないと思うわ。敵の攻撃力が高すぎるんだよ、とにかく。 OK、 この上です。この上におそらく水の神殿かな。水の神殿だったら時のオカリナとのつながりもちょっと気になるところですよ。見たところヘドロの滝は全てこの上の遺跡から流れ出ているぞ。遺跡、つまりヘドロの源流があるとすれば。リンク、準備ができたら乗り込もう。準備できましたよ、うん、本音言うと料理したいっすけどね。料理してがっつり固めてから行きたいっすけど、もう祠ないですから飛んでこれないんでね。シドね、あの攻防一体に見えて一発であれ消えちゃうし、なんかちょっと心もとないよな。なんか祠とかあればいつでも飛んで戻ってこれられるんだけど、なさそうだね。料理がしたいんですよ、とりあえずこのダンジョン乗り込む前にね。まあ、やむえんか、しょうがないか。はい、神殿が明らかとなります。次はどこの神殿でしょうか。水の神殿ですね。水の神殿か。ってことはあれですね、今作はリト方面が風の神殿だったってことは、この地方にちなんだものですね。おそらくオルディン地方は炎の神殿だし、ゲルド地方は砂の神殿ってことなのかな。おっと、泥吹いてますね。こいつが原因か。さあ、今回はダンジョン攻略ですね。水の神殿の攻略。皆さんね、ゼルダの伝説のね、水の神殿、水関係の神殿はね、大体難しいですよ。まあ、今作は風の神殿の難易度はそんなに高くなかったですけど、
なんと荘厳な、こんな建造物が里の上空にあったと。リンク、あれこそヘドロの発生源に違いないぞ。あれをなんとかしないと。あの水を当てればってことか。そうだ、あそこ一応水出てるんですよね。見えるだろうリンク。あの水を使うことができれば、水をもっと増やせってことなんでしょうかね。1個しか出てないですから、残り4つも当てろってことでしょうか。あの水は使えそうな、リンク、あれを利用できないだろうか。はい、じゃあ水の神殿攻略進めていきたいと思います。あれを利用しろって言われても、あの上のやつだよな。これ死なないよな、この場所。大丈夫だよな。あ、一応これで飛んでこれるようになりましたね。オッケー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 。1個だから足りないのかな。あ、でも効いてる効いてる。あ、1個でいいんじゃん。おお、ダメだと。1つではダメなんだ。だがリンク、君も見ただろ。あの仕掛けを使うのは効果があったぞ。水の量が足りないだけだ。またあの音だ。おそらくあの賢者の声だよな。我が子孫よ、ここはゾーラの清き水の源。あなたの持つ力を使い、4つの水星を当て放てば水が集まるでしょう。うん、4箇所。我の導きのままに。これ内部もあるのかな。外壁だけだったら余裕ですが、まただ。今度ははっきり聞こえたぞ。4つの水星、それを開けばあの水がめにもっと水を貯められるということか。一緒に行こうリンク。俺たち2人が力を合わせれば無敵だ。一緒には行くんだけども、ということで、回っていきたいと思います。まずは、あ、 B 階ありますね。 B 階があるね。まずは、どことどこがつながっているのかっていうところをまずは把握していく必要があって、この B 階に入るためにはおそらくこっち、ここから入らないと多分ダメなんですよ。で、下にさえ行きさえすれば通れルーフで上に上がってこれるんで、まずは中央、ここだから行きますかね。ここに入ろうと思ったらおそらくここに入り口があるんじゃないかなっていう読みなんだけれども、行くぞシド。まずは1箇所目から。ここの下に多分あるんじゃない。そうだよな。っていうか料理作ってから来た方が絶対いいよなこれ。敵今いましたよね。 B 階ですね。あーっと、もうどれこで炎噴射を防ぐみたいな、あれだ、シドだ。シドの水です。シド呼びに行きましょうか。シド、水を頼む。違う違う、修理じゃない、これですね。これ水で防げると思います。頼むよ。これですね。ここだ。水を呼ぶんだけど、ここだよな。てかこの装置何なんだろうね。ずっとあるけど何の装置なんでしょうこれ。関係ないの、ね、これ何だ。なんか発生してる、発生してる？してないよな。あ、これは？いいんじゃないですか。どんどん。はい、一応指導なしでも帰れるようになったと。ボールをはめ込めみたいなありますね。あ、あそこだ。あそこにどう行くかなんですが。
まあこれでしょうね。これで、ああそこ上にもあるのか。あでもこれ修理いるんで、最悪修理でいいんじゃないですか。修理いれば全部可能なんじゃないですか、これ別に。ですね。ただこれ戻れないってことだよな。そうだね、戻れないですね。とりあえずウルトラハンドで奥まで運んでおきます。届かないか。取り付けて、風ジャンプ OK です。これを上までは行かないのか。トイルーフで上に行きましょう。あーでもこれがくっつけて、でここで通れか。いやこれ普通にしがみつけばいいか。よっよっ、 OK ですね。でウルトラハンドですね、まあ、だいぶゴリ押してる感否めんすけど、絶対ゴリ押しでやってるけどな、この方法じゃないんだけど。 OK です。スケールでいいの？あ、これでいいのか。ただこれだと外れちゃうよな。外れちゃうんでどうするかってことなんだけど、これか、これを使うか。つけて、こういうこと、こういうことですか。これだと浮くじゃないですか。なるほどね、浮くっていうのを利用するわけですね。あー、これでもこれうまいことなってんじゃん。届かないか。届かないんであったら別に最悪いらないが、大したもん入ってないんで、だからここの中。お、見ろリンク、うん、これが水栓か。水車みたいな形だ。水位を操ってみたいなギミックではなさそうですね、今作ね。今作っていうか今作の水の神殿は水車だから水攻撃ですね。そうだ、これで水を発生させてっていうことですね。OK、 とりあえず1箇所目。おお、これで推薦を開けられるから。いい調子だぞ。あの声の主誰なんだろうね。ミファーの声じゃなかったんだよな、俺の予想だと。その前回がリーバルっぽい声だったから、今回の先祖もミファーとかなのかなと思ってて、前回出てきた賢者がリーバルで、今回はミファー、本当はその中身がミファーでみたいなことなのかなと思ったんだけど、声が違うんだよねミファーと。だからその説はちょっと破綻しちゃったんだよな前回で。とよっよっ、次なんですが、ちょっとガーディアンが配置されてるのがすごく嫌なんだけど、こっちだね、向こう方面行きたいと思います。ここ起動しに行きましょう。よっ、オッケー。修理最悪あればなんとかなっちゃうんだよなこの辺。一番最初に来たっていう想定で、僕できるだけ修理使わずに攻略しますね。あの修理がいるっていう前提で攻略しようとすると、うわこれもう敵だらけだよ。いるっていう前提で攻略しようとすると、ほぼほぼ修理頼りでなんとかなっちゃうんですよ、ギミックとして。修理は極力僕のプレイではあまり使わないようにしようかなと思います、ダンジョン攻略として今後ね。まあ修理に限らずシドもだと思う、シドも極力使わずにいこうかなと思ってます。その最初にここに来た人はそんなもんありませんからね。無意味に縛りプレイを作っていうのっていうのは俺の、まあ、スタイルなんですが、危ねっ。そんなことやる必要ないじゃないか思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、チューリとか、シドは
今後のゲルドの里とか行った時もあんまり使わずに行きます。本来ないですからね、最初にゲルドから行った人からするとね。弓や縛りを作っていく。縛りっていうかそのあれだね、フェアプレイだね。これだ、このボールをどこに運べばいいか。上か、目的地がねこの奥なんですよ。なんで多分上に持っていくってことだと思うんだけど、これウルトラハンドで、あ、いけんのか。上に運ぶ方法、これだと届かないのでどうするか、どうするか。上に行く方法がそもそもどう行くかなんだけど、あ、これだ。これがなんかの機械になってるか。多分水が出るんじゃないこれ。そうですね、これにこいつを乗せていきます。ここですね。どうだ、いたか。 OKOKOK で俺も入ります。はい、OK、こういうことですね。よし、ボールがどこまでも行ってしまうんで、まあ消えるか、消えて確保できるかな。ボールが落ちてくると思います、多分。オッケーですと。よし、行けました。ちょっと待って。これ沈まないんですか。どういうこと。よし、これで2箇所目ですね。沈まないんだ。なんかあるぞ、じゃあ沈める方法。これですね。これは宙に浮くので、こいつに取り付けまして、こうですね。こんな感じでしょう。でしょうか。あ、あるな。あそこにあるぞ、水車。あれだ、あれを起動すればいい。ただ攻撃が入れれないんだよ。オッケーオッケー、分かった。全容は分かった。あ、水位が上がった。こうすると下がる。あ、水位が下がるんだ。なるほど、分かったぞ。分かりました。オッケーオッケーオッケー。こんな方法やらなくていいんだわ。分かりました。なんとなく水位をいじれってことだ。でここにこうするんですよ。こうしまして、でこうでつけます。どうですか、これで水位が常に空いた状態ですね。 OK、 シド行くぞ。急げシド、電池が切れる。電池が切れるとあれが機能しなくなる。早くしろ。いいぞ。OK です。むず、あれ持ち上げられるのに気づくのが大変でしたわ。あと多分これやり方間違ってるけど、なんとかいけました。いいぞリク、あと2つですね。はい、あと2つというところなんですが、ほらもうこれこうなりますからね。あと2つというところなんですが、一旦ですねこの辺でこのパート切ろうかなと思います。今回のダンジョンはですね、風の神殿に比べて僕はですがめちゃくちゃ難しいです。はい、ということでまた次回、この水の神殿の攻略と水の神殿のボスですね、あと謎の声の主の正体も明らかになるんじゃないかなというふうに思います。ということでまた次回のパートをお楽しみに。サイテンマンでした。
ありがとうございました。